小福亭公平は、落語家。小畜芸能所属。大阪市東住吉区長吉地出身。本名は、広田昌猿。血液が旅があった。京都市在住。未婚。小福亭鶴瓶の二番弟子で、1八十四年四月二十一日、入門。ガモウ四丁目で生まれ、三ヶ月後に、母が家賃七百八十円の市営住宅六班小建ての、 中戦を当て、長吉長原に引っ越す。昭和7年生まれの父は、兵庫県伊保郡大使町出身で、燃料会社品川燃料で、練炭や豆炭を運ぶ。会社員、母は、桂ツラ・ショの姉と同級生で料理店や、ブティックを経営。母とは20歳違い。二人兄弟で、四年下の弟がいる。長吉東小学校に入学。 長吉南小学校開校に伴い転校。小学校3年で家族がバラバラになり、寝屋川市茅島八丁目の母方のおば祖母に一人、預けられ、寝屋川南小学校に通った。小学校6年から平野に戻り、父と弟と倉市長、吉中学校に通った。長吉高校卒業後、家具やガスの仕事、劇団員を経て、同じ長吉生まれであった鶴瓶が好きで、 鶴瓶のような漫談がしたくて、人気者になって女性にモテたくて、鶴瓶に弟子入り。スタジオの外で出待ちし、弟子にしてくださいと言ったら、ほなまた一遍手紙書いといてと言われて、手紙を書いて、それを師匠が読んで、電話がかかってきて、面接が実施され、ほな早い方がいいわと、その週に入門した。入門をこうたのは、達師便の方が早かったが、 親の説得に時間がかかったため、その間に公平と準備員が入門。結果、年齢順での入門になる。トールビンが先に入門していたら、落語家公平はなかったと思うと語っていた。通いで、西宮市で3年間修行し、修行中は主に料理と車の運転を担当。初舞台は13のうなぎ屋の2階。もともと漫談志向だったが、師匠。 鶴瓶が2002年頃から落語に力を入れ始めたため、公平含め、鶴瓶の弟子全員が落語に熱心に取り組む。スパゲッティ屋に集まって、これからはやっぱり落語や。俺がお前らを落語で食えようにしたる。俺がやるからお前らもやれ。稽古はお前ら勝手に自分らでやれ、テープで覚えなさいと命を受ける。ガモウ、長吉、茅島、長吉、モン高安、住之江。 カドマの順に在住し、その後は大阪を離れ、堀川今出川を経て、即決即開始2014年2月から中京区在住。生まれて初めてソファーの生活を始める。好きな食べ物はイチゴ。カラスの頭の良さに感心する一方、鳩が苦手で鳩の柄を見るたびに気分が悪くなっている。現在は、小福亭公平の北下保かラジオを。 中村香織と共に担当している。開始当初1年半は、KBS 京都近くのホテルから通っていたが、情報落語会での悪い噂が、決定だとなり、ホテルを出る。放送のある月曜から金曜は4時に起きる。自らの落語会、落学寄せを春に、落学笑い会を秋冬に、京都を中心にも様す。公平の若屋具会を3月と9月に、手塚山無学でも様す。 繁盛亭にもスケットで、年数回は出演する。彦八祭りにも毎年参加する。生きる、原動力は女性。女性がいなければ働かない。女性器を表す関東四文字には興奮しないが、関西三文字には興奮する。墨の絵に住んでいた頃、土壁に耳を押し当て隣室のカップルの性行為を、最後まで聞いていた。TBS 第一代にスタジオ間のガラスに尻を。 押し付け、女性に肛門を見せつけディレクターに怒られる。初めて好きなになった芸能人は岡崎幸次が桜田純子、シェディルラット。好きな歌手は夏川リ美長年交際している13歳下の女性がいて森脇健二に言われて、TBS の自身の番組では言わなくなったが、OBC やカツラベーダンサムの番組では語っていて、名古屋に、月に、 三回通っている。2018年10月25日に女性と口術のチョロ Q では恥ずかしいとのことで温泉と唐揚げを追加するよう自身のラジオ番組でリスナーに呼びかけた。遊ぶ用、ケースで飾っておくよと同じチョロ Q を2台買う。k b s の中継車のチョロ Q も所有している。趣味はウォーキング、チョロ Q 収集など。チョロ Q は300台ほど所有していて、 ケースに入れて大事に保管している。料理好きでパン教室に通ったこともある。高校卒業後は専門学校に通い調理師になるつもりで入学資金もちゃんと用意していた。小学校4年の時学級委員をした。中学ではマジッククラブでバスケットボールもしていた。バスケットはサボってばかりいたので全然上達しなかった。中学や高校では シュークリーム、ミエコなどと呼ばれていた。社会人になって一時期、職場で卓球をしていた。ハンチューズ記者百175センチメートル。84から85キログラム。体重は90キログラム台の時もあったが、2006年秋のほっかほか北海道ツアーの時には、67、8キログラムくらいまで痩せた。また七十六センチメートル。 靴のサイズ27から27.5センチメートル。足元と股間は特に綺麗にしていて、中村薫が匂いだ時も全然臭くなかった。禁止、左目だけ乱視。2011年5月13日には、北下五カラジオ終了後、一人で新幹線とレンタカーを乗り継ぎ、宮城県石巻市の R9 河北、ボランティアセンターまで駆けつけ、落語を二席披露。 翌14日には、KBS 京都のスタッフと合流し、気仙沼市の小泉中学校、南三陸町の宇達中学校で落語会を開いた。2012年3月には、自ら企画して、東北応援ツアーを実施した。公平落語会単発などを他に、関西テレビ、京都チャンネルで落語が放送された。ありがとうございます。